やった、ついに来ました。診断。サベージじゃない、何やったっけ、バレルフォードドラゴンだかな。のブーン。まあ、俺、あれやけどな。ソウルバーナーの、ウルフが欲しい。友達がバレルロード作っとるからな。まあ、バレルロードの、20周年のやつぐらいが当たって、ウハウハして、金マンは、ちょっと、わからん。使うか使わんかわからん。よし、まあ、とりあえず開けよう。いやー、もうほんま仕事行く30分前やからな。やばいやばい。2ボックスで。今さっき、アマゾン来たって、外出たらお前、おっさんおらんやんけって思う。で、帰ろったらピンポンでも、もう、くそ。いや、マジやばいよ。ラインナップ。ラインナップ、これぐらいで見える？見えるな。よし、高さちょっと高いな。もう適当に5パックずつぐらい。横にゴミ箱を用意しとくべきやな。もうザザッとって言うで。キャッシー、ブースター、ロスタイム、スーパーか何かも分からんっていう。もう、アップデート邪魔。もうかぶってるやん。どっちだ、ウルトラか。やばい、スーパーか。あれ、バレル来たな。まあ、ウルトラやからな。で、机の下で、これなんかガシャンと、ああ、いかんな。ガシャンはまずいな。ハサミぐらいで切る方がいいかな。コストかかないじゃん。アップデート邪魔。友達サイバース使えるからな。テックジン。お、やった、フュージョンファイヤー。これ俺使うからな。スーパー枠はあれか。レアか。いや、フォクサーで。まあ、いいよ。これあれやでな。この子めっちゃ可愛いよな。ああ、待って、バイオって決まりやな。いやー、久々やな、こんな。いやー、もうシングル買いしようかな、思っとったけどな。いいんじゃん。
いや、時間あったらカードの紹介とかもしたいんやけどな。あの、なんかバイオレットシンクロ。なんかサイバースもなんかな、シンクロ。ウルトラか。ウルトラやね。なんかめっちゃエレメンタルヒーロー。なんか異生物のな。はいはいはい、ああまあ友達にあげようか。ネオス強化クルーすげえ。お前ってお前ネオス使ってねえだろ。お前マスクヒーローだ。みんなめっちゃ気をやろうな。てか俺が思うにサラマングレート、なんか非属性モンスターをなんか墓地から持って帰ってくるって書いとるやん。あれなんか回収も回収できるし、うららも回収できます。多分あれなんやろうな、アド的にまあまあテックジーナス、ちょっとなあれやな、大体、あ、フュージョンが入った。お、なん、ハスピー。あー、でもこれ、案外使うんかな、わからん。で、いやー、20周年。ていうか、一つの箱何個入っとん？ 30 パックぐらい入っとん？なんかもう疲れてきたんやけど。一箱だけ開封しますにしたらよかったかな。カードのテキストは止めて確認してくれたら。もう、他の人の動画見とるから、もう、あれやろ。大体わかるやろ。取られてんの？なんかっけえな、これ。すっげえ。てか、なんか、テックジーナスの方がなんか主人公枠みたいな。てか、バレルロードと、あれ、当たっとるか。壺が当たってないんか。さっき魔女の一撃が見えたような気がするから。またこのカードを仕分けして、またあれせないかんからな。これ、パロー、これ、あれ、ゴーヤから、なんで、名前変えるやつの、サンライトおる。あ、1枚。9時ファクサー来た。なんか名前変えるやつでサーチできるんじゃねえか。よし、ほんで2箱目いこう。よし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 。ごめん、めっちゃ近い。ここ微妙に、ここ高さがあるから。スリーブ入れとかねえかん。ちょっと場外出そう。
まあなあ、サラマンクレーンだな、一番最初にメサンコ強すぎる、メサンコ強すぎる、永続魔法をくれとるからな。墓地手札から、特殊召喚できるやつ。あれ強すぎるやろ。強すぎて、モンスターが、あ、なんかな。バレットはなんか、モンスターの能力微妙やけど、この、融合先の、融合とかシンクロ先の、ドラゴンモンスター、バレットってめっちゃ強すぎるだろ。バレルロードとかね、半端ないやんな。この前、なんかなんか清掃じゃないわ、なんか攻撃力マイナス3000させる分で、バレルロードぶっ殺したときはめっちゃ笑ったけど。聖杯の、何やったっけな、なんか忘れたけど、なんか対峙するときに手札から捨てたら、なんか相手のモンスターの攻撃力3000下げるってやつ。あれ、ぶち込んでやったら、プッって。マジかね。キャッシー。いやー、マジ、今から仕事行かないかんからな。フュージョンファイヤー。儀式のやつ使うために儀式の下準備買い直したのにな。儀式全然使わんかった。一日だけ使おうかな思ったけど全然引かんかったしな。新しいサラマンクレーンバーロー。あ、なんか20ラーいいんかな。確かに綺麗やけどな。綺麗やけどな。ああ見したらいかんかったな。ブラザーバックしとるな。いや、なんか僕知らない絵柄かっこいいんやけどな。なんかアンジェット系は作らん。これサブテラーどうなんやろ。友達サブテラー使うのめっちゃむずいから、うわーはーはーはー、金満ね。1枚か、もう1枚欲しいな。シングルで買っていこうかな。シングルで買っていこうかな。だよね、ちょっとパックでだらって買って、仕事帰りにパックでバラって買って帰ってきて、2つだけ欲しい。壺が、ちょろっとパック買って20周年くじしながら、かつキーマンを当てるっていう。ごめんごめん、出てこないよ。結構無茶な体勢で言いましょうからな、しんどい。テンション高いな。ていうかこの戦闘機アドリスすごすぎて、フリー対戦しとったら、フリー対戦しとったら面白くない。もうなんか自分のターンに
自分のターンにすっげえなんか回しまくって時間かかったらめんどくさい。まあ、せっかく月に1回とかぐらい友達集まって出入りしてるのに、そんなぐるぐる回してやって開始ターンワン切るとかしよったらさ、なんか何しようやろ思う。なんか友達一人もなんか新しいデッキ作ったからって、それしか使わんとか。あら、この子かっこいい。この子見た目かっこいいけどな。見た目かっこいいけど、なんかテキスト微妙だったり、なんかリンクモンスター出したら、なんたら、出せると。あ、バイアット暇やが3枚目やな。おー、ないぞ。バレるね。どさーっと置いてもうた。家に帰ってきてから。帰ってきてから。よし。カード切ってないような。コナミさん、なんかこの辺に遊戯王って書いてるハサミ出したいんじゃ。 な、コナミって書いた。バカ売れすると思うけどな。 コナミのハサミって。 遊戯王のパックムク専用。パックムク専用のハサミと。あともう一枚やな。もう一枚。もう最後の5つや。早いもんやな。でもやな、8000円がことごとく。バーロー。コンタムドロー。とりあえず一箱こうって、絶対一つ当たるっていうことやな。おお、かわいい。かわいい。よし、サーベット。まあ、収穫はあれやな。何やったっけ。これとこれやな。はい、これね、値段がどのぐらいか分からんけど、まあ、この2つやな。これは見た目かっこいいよね。ということでね、今日は終了ということで、またの機会お願いします。